ング第19節リボンワークスデーサンフレッチェ広島レジナ VS 大宮アルディージャベントス、皆さんようこそお越しくださいました。スタジアム DJ の竹本智子、そしてサンチュとフレッチです。よろしくお願いします。あ、入りたい雨、うっそ、大丈夫でしょ。サンチュ今パラパラちょっと降ってるね。このくらいの雨でもっと欲しいね。このくらいだったらね、まだね大丈夫かな。はい、そして雨の中、大宮アルディージャベントスのサポーターの皆さんもようこそお越しくださいました。ありがとうございます。さあ、ということで今日は雨なので、あの階段とか滑りやすいんですね。皆さんゆっくりと歩いてくださいね。気をつけてください。さあ、そして私、ごめんなさい、私傘差してるんですが、皆さんのあのスタンドは傘を差しての応援は周りの方にご迷惑になりますので、雨がっぱかポンチョで応援をよろしくお願いします。はい、ね、サンチョ大丈夫ね。はい、ウチョ大丈夫ね。はい、あのポンチョがないよという方はグッズ売店のところでポンチョ販売してますので、そちら買ってくださいね。お願いします。さあ、今日はレジグル、新しいレジグルが出たんだけど、二人は食べたかな。食べた？まだ食べてない？まだ？なに、それで何？握手？握手がしたい？食べたい？食べたいよね。今日のレジグルはポトフと冷製トマトスープなんですね。もう食べたよという方、はーい。あー、結構食べられてますね。ありがとうございます。両方の味知ってるよという方、食べた方、あ、食べた、両方食べた。あー、本当にね、今回両方ともまたレジグル美味しくて、野菜がたっぷりなんですよ。トマトの冷製スープは夏野菜たっぷりで、ズッキーニ、コーン、アスパラ、玉ねぎ、豆にパプリカにベーコン、美味しそうじゃない？めちゃくちゃね、お野菜たっぷりで、ポトフも野菜たっぷりに、ポトフの方はバジルのソーセージが入ってるの。美味しいので皆さんぜひレジグルもね食べてくださいね。まだ食べてないよという方、まだまだありますので、レジグルねぜひ食べてください。さあ、では今日のゲスト呼びましょうか。今日は広島チアリーディングクラブガッツ、そしてガッツジュニアの皆さんにお越しいただいています。では準備お願いします。じゃあ準備の間に紹介させてもらいますね。私たちは広島市を中心に小学3年生から社会人まで幅広いメンバーで活動しているチアリーディングクラブです。今日はサンフレッチェ広島レジーナのサポーターの皆様に元気、勇気、笑顔をお届けできるよう頑張ります。